たか、すいません、手元でいた。すいません。危ない。これが、はい、あ、これって何？プラスチックケース？アルミ特注のプラスチックです。あ、なるほど。結構大きいですよね、じゃあ。あ、60です。わかりました。で、これ床は何が入ってるんだ？あ、今のこの白いこのこれ。あ、キッチンペーパー。新聞紙の上にこういうの紙のやつが売ってて、うん、それを置いてまして、うん、でその紙のやつはもう買い替える前から使ってる。あ、最初から使ってます。わかりました。いいですよ、それで。ただ、部屋が広いけども、要はお掃除して、うんちの数を数えてほしいんですよね。それが一番。こういうの敷いてても大丈夫ですか？いいです。はい、それから、コンディショナーとピーツリーのプリントが欲しいなぁ。私が今さ、つけたみたいなことでやれそう？目薬ですか？いや、目薬は出さないですよ、体につけろ。あ、こういう、今みたいにそうそうそうはできると思います。じゃあね、2人でやる。こういうのちっちゃいのを出しておきますから、はい、一つはティースリーオイル、木の油、はい、木の油ってね、オーストラリアの原住民の人が怪我したりとか、必要になったら木の油塗って直したんですね。最悪ダメでも大丈夫だから、それと、それから、コンディショナーで買いたいけど、保湿作用がありますから。だから、これを3滴ずつ手に乗せて、まあ、40キャッシュやって、体にすり込んで、で、さっきの100円ショップ内で、軽くブラッシングしてみてください。そうすると、皮膚にいいかなと思いますね。それからね、もう一つ提案しちゃってもいいです、はい、食事24時間置いてありますよね。あ、はい。あ、でもほとんど巣に持ち帰っちゃって、ね、ない時間もあるかな。あの、ここに器には入ってないですね。すべて持ち帰っちゃう。で、持ち帰って巣に置いてあるわけでしょ。はい。で、自分で好きな時に食べてるみたいで。本当もしね、まあ、野生のゴールデンハムスターはいないんだけど、野生の動物ってさ、24時間もないじゃないですか。はい、お腹空いたら食べ物探してみて食べて休んでると。で、プチ断食で聞いたことあります、ね、人間の。人間は聞いたことあります。プチ断食って男の人は8時間、はい、女の人は10時間、はい。この時間内は好きなものを食べてる。食事制限しない、はい、その代わりその残りの16時間とか14時間はここは水だけ、まあ水分だけ、お茶でもいいんだけど、そうしてあげると断食効果が得られる。断食効果って何なのかっていうと、12時間以上食べないと体が飢餓状態になるから血流が良くなってくるんですよ。血流が、まあ、さっきのブラッシングも血流が良くなりますけどね。で、血流が良くなると何がいいかっていうと、まあ例えば脳のね、血流が良くなれば頭が良くなるとか、うつが改善されるとか、それから美肌効果もあると。この子皮膚弱いから血流が良くなれば皮膚の炎症は静まる可能性もあるし、それからあとこの子たちって 1年半でもう深夜になるわけなんですけど、そう老化していくわけなんで、老化ってね、慢性炎症で進行していくんですよ。より老化していきます、慢性炎症があると。そうすると血流が良くなるとこの慢性炎症が抑えられてくるから、そうすると老アンチエイジング的な働きもできるから、食事の時間を絞るというのはすごいいいことだなと。その代わり食べるものはこの時間内は今までのものを食べるだけ食べさせてもらう。それから、ただし今24時間置いてるわけで、この子女の子だから10時間にしたいわけだけど、いきなり10時間にしないでね、まずはない時間を1時間。あ、じゃあここに持ち帰ってるけども、うん、そうそう、ない時間を2時間、4時間、8時間、10時間、何時間だっけ、14時間、
と徐々にしてください。で水分は24時間で、それと治療する可能性、ね、治療していかなあかんじゃないですか、はい、そうするとしつけのことをちょっとお話ししたいんですよね、はい、で一回動画